岩橋、誰が売れさせた思とんねん。もうあたて返しやがってからに。ダウンタウン崩壊への序章岩橋、テレビ制作会社社長を実名パワハラ告発し、浜田正俊氏。 ブチギレえー、どうも、こうすけです本日は大変なニュース入ってまいりまして、昨日の夜なんですけれども、こちら、プラスマイナス岩橋さんなんですけれども、ある告発をいたしまして、それがある会社の権力者、実名で告発したのと、あと、ダウンタウンの浜ちゃんに対しての告発だったんですけれども、なんと、そのツイートが本日朝まであったんですけど、えー、9時55分ぐらいにもう消えてしまったということで、えー、多分周りの関係者から圧力がかかったんでしょうね。あれは消してくれということで、えー、消したんですけれども、えー、どんなやばいことを言ってたのか、 とで、もう、このテレビ業界というかね、これは確実にもうダウンタウン公開へ始まったんじゃないかと。で、岩橋は浜田正俊にお世話になっていた芸人で、浜ちゃんが岩橋を売ったと言っても過言ではないんですけれども、まさかのその浜ちゃんの恩を仇で返すというかね、えー、すごいことをしちゃってるんで、そこら辺も深掘りしていきたいと思うんですけれども、こちらですね、えー、昨日12時深夜ですね、えー、急に岩橋が、えー、パワハラ社長 B-、ダッもう名指しで、えー、林俊林、えー、B ダえシュとは主に 濱田さん単品の番組を制作する制作会社ということで浜、えー、ちゃんのテレビの。 プロ,プロダクションの人ですね。ハマちゃん、単体のね、ピンのね。で、パワハラその1。芸人の料理をドッグフードと入れ替える。で、悶絶する芸人見て高笑いと。まあ、お笑いでリアクション芸とかでよくありがちな内容ではあるんですよね。結構、出川、てっちゃんとか、ダチョウとか、あと、リアクションで売ってる人たちは結構こういうことして、わさび寿司とかもありますから、それ食って悶絶する。まあ、それも一つの笑いの形なんですけれども、まあ、パワハラって言っていいのかどうか。カメラが回ってれば別に、えー、芸人さんの仕事ですから、 いいとは思うんですけれどもで次これね紙幣を薬師に、えー、2つに折りそこに世界一辛いこのハバネロより上を乗せ芸人の下の裏に流し込み悶絶する芸人を見て高笑いこれでは全てカメラが回っていない時に行われるとカメラが回っていない時に行われるってこれ単なるいじめというかね まあ、笑いに繋がるんだったら芸人さんもここまで体を張るってことはあるんですけれども、カメラが回ってない時に多く、単なるこの社長を満足させるためにやってるのかなという。こういうの見て笑うのはやっぱり浜ちゃんなのかな浜ちゃんがよくこういうの見て、こういう芸人がやられるの好きですからね。 エース丸出しですから、感じするんですけれども。次はね、パワハラノのんね。サザエの殻を噛ませる。それで私歯がかけました。もちろん高笑いと。これもよくあるんで、ガキの使いの直近、ね、ハイテンションベスト10で、ザ・マミーの酒井が、ホタテとかアサリとか貝の殻食って笑わせてたんで、これはおそらく笑いの鉄板としてあるネタだと思いますね。マミーの酒井の出のネタに関してはあれある。 本人のネタなんで。で、次これね。パワハラその4。青唐辛子を生で食わせる。よだれを垂れ流し、汗だくで悶絶する芸人見で高かわれ。ハマネロの時もそうということで。まあ、昔からあるこの、まあ、リアクション芸に対して疑問を呈してるということで。まあ、こういう笑い嫌いな人も結構いますし、うちの夢も確か嫌いじゃないかな。まあ、好きな人もいるからやってると思うんですよね。僕はまあ、お笑いに繋がるならいいかなっていうか、まあ、カメラが回ってないところでやったらまずいとは思うんですけれどもね。で、あとやばいのこれね。パワハラを殴る。僕2回続けて殴る。 られましたとアオタンできた見てたユウさんが今のはダメよ何かあったら証言するからねっていうぐらい理由は謎無言で殴ってきた悔しくてもういいやと思い林俊弘本人に LINE したとこれはやばいねただ我々一般人からするとテレビ業界ってよくこういうのがあるって耳にはしてたんですよね殴る蹴る当たり前だとでテレビ業界 AD さんなんでよくやられてた僕は昔見た番組の観覧でよく怒鳴られたりしてましたね AD がねテレビ業界の体質だったと思うん、ただ今の子 時代を鑑みるとやっぱ古いといつまで昭和やってんだっていう風に非難されてもおかしくないでこれも本人が訴えれば終わりだと思うんですけれども依然として多分これ昔からあったと思うんですよね昭和からねでなんで殴られないといけないですか僕何かしましたかって帰ってきた返しは訴えろやと多分訴えたらお前ね仕事なくなるよ干すよみたいなことだと思うんですよね結局ねこれを言うのも受け入れろっていうことだと思うんですけれども訴えたら干されますしね力のある人にやっちゃったらねでその後先輩に B' 系の浜田さん系の仕 仕事がなくなるか謝りに行くか問われ家族もいたので悔しいけど悔しいけど謝りに行くという選択をしました謝りに行くと林俊博の第一声はこれすごいですねお前俺じゃなかったら消されてたぞと俺だったら消してねえけどお前を俺にね えー、半期翻したから消してたぞと。そしてそのパワハラやノリが嫌で浜田さんの軍団を抜けることにしました。これ最近のことですよね。それからもう5年くらい前ですか、そこから B ダッシュ系の仕事はほとんど来てません。いや、消してるやん、ということで。5年前の話だから、結構、最近っちゃ最近ですよね。5年前までは浜田と一緒の仕事してたけど、 そこから、プラスマイナス岩橋に振らなくなったということで、そっち系の仕事は消してたけど、プラスマイナス岩橋の芸能活動自体は消してないっていうことですね。で、やっぱり浜ちゃんへの思いがあった。これらのパワハラはほとんどがカメラが回ってない時に行われます。何か面白いのかわからなかった。本当に嫌だった。虚しかった。浜田さんと一緒にいたいけど、抜けたかった。それらが行われている時、浜田さんは笑ってるだけ。浜田さんが見てる前というのもあり、 断れない圧力があったのは事実ということ。やっぱ権力のある人を、まあ、浜ちゃんは権力がありますから、その人が止めれば変わったけど、自発的に動いてくれなかった。いじめっ子がいじめられっ子にやられてるのを見てみぬふりした浜ちゃんに対しての恨みを感じてるってことですね。これ、まずいですよね。この書き込みは、あ今まではね、B' の林敏弘さんに、 対しての暴露だったんですけど、これはもう浜ちゃんの評価を下げるような投稿になるんで、まあこれはやばいんで消されてるんですけど、まこれが一番すごくて2000万インプレッションを超えてると。で、まあ最後は B ダッシュ社長、林俊弘さんいい加減にしてくださいよで終わったんですけれども。ただね、浜ちゃんはもうこれは10年前、五分五分とかで岩橋にめちゃくちゃハマってたと。もうこのいっぱいいっぱいになる笑いを一番浜ちゃんが認めて世に広めたと。要は、マちゃんが面白いって認めてんだから、じゃあ面白いんだ。あ、これありなんやっていうことをマちゃんがみんなに世に広めた。 ですよね。だから、おそらく浜ちゃんがいなければ、岩橋はこんな有名になってない。正直、恩を当たっで返したと。いうことだと思うんですよね。まあ、パワハラいい悪いはそれは別の話ですよ。で、これも絶対笑っていけないで、岩橋をブッキングしたのも多分浜ちゃんの力。で、やっちゃいけない時にこういう風にやるっていう、フリーを浜ちゃんがどんどんやった。やって結局笑いに繋がってたと。で、デジロもあったということなんで、まあ浜ちゃんの功績って、これも他の YouTuber の人に語ったのが、ゲー悩んれた時に浜田さんの一言。思いっきりやれと。それで何か言われたら俺がやれって言えと、と。 ってこ,こう。岩橋の芸をですね。ガンガン前に出すようにやれって言ったのが浜ちゃんですよね。にもかかわらず、このような浜ちゃんに反旗を翻すというか事実を出していくということ。なんで、これかまちゃんからしたらもう技で返しやがってという風にブチ切れても全然おかしくないし。まあ、この投稿も消されたんでね。ただ、もうアーカイブでいろんな人が情報を上げて残ってますから、これ言ったっていう事実は消えないね。投稿は消えてるんです。けど、まあ、これに対して吉本興業が岩橋に対して。どう 処分を下すか。プラスマイナス岩橋のこの投稿が今の、まあ、踏み絵って言ったらあれですけれども、これを吉本工業大きな組織が守るのか、それとも、この発言によって岩橋を追い出すのか、それによってまた世論に対しての風の向き方が変わってくると思うんで、まあ、浜町を守って、プラスマイナス岩橋を叩くような状況ですと、 まあ、吉本工業ってそういう組織なのかなっていう、今、やっぱ、コンプライアンスが重視されている昨今ですからね、スポンサーの方も離れちゃうのは間違いないということで、ちょっとこれで吉本工業の立場はかなり、どうしようっていうふうになったと思いますね、これね。まあ、まっちゃんに稼がせてもらったんですけど、ダウンタウンを切らざるを得なくなっている状況の中で、ダウンタウンを切らなければ、吉本工業の組織として成り立たないっていうんでしたら、まあ、切らざるを得ないんですけれども、さらに、プラスマイナス、岩橋が浜田さんのことを暴露することによって、まあ、とどめを刺したと言っても過言ではないのかなっていう感じは しますけれどもで、ちょっと話変わりますけれども、こちら、例の週刊誌のまっちゃんが、えー、上に乗られるのが好きっていう写真なんですけど、なんとまっちゃんがこれ、嘘、偽物なんじゃないかという噂が照ってまして、 この画像が加工なんじゃないかなと。要はね、耳、耳の形が違うということで話題になってまして、えー、こっちが本物の抹茶の耳で、こっちが週刊誌に載った抹茶の耳なんですけど、かなり服耳になってますね。ただ、僕、そんな違いは感じないのかなっていう感じはしますけれど、まあ、寝てるから重力で多少形が変わっちゃってるっていうのもあると思うんですけど、そんな別人っていうこと、全く耳の形が違うっていうわけでもない、まあ、色とか、あと角度とかによっても違いますから、まあ、ちょっと違うなぐらいなんで、この写真が かかか偽物かちょっととらないですよ今のところただ、この表情を見ると、まっちゃんなんですけれども、ただ、今の技術だったら、このぐらい作れるとは思うんですよね、正直ね。普通に AI とか駆使すれば作れると思うんで、ただ、これが捏造したものであったらね、ちょっと、やりすぎかなというかね、まっちゃんを陥れるためにここまでするのかということなんで、まあ、裁判になってね、まあ、これが偽物と証明するのも多分難しいと思うんですけどね、どうなっていくのか、ね、また続報が出たら、 コースケ TV の方でお伝えしていきたいと思います。ということで、ダウンタウン崩壊への序章、岩橋、テレビ製作会社社長、実名パール小川氏、浜田松敦氏、ぶち切れというお話になりました。えー、こういう形でね、えー、芸能の種のニュース、コースが切っておりますので、えー、チャンネル登録してまたご覧いただけますと非常に嬉しいです。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。